Panasonic. この放送は大正製薬。もしもその一言が伝えられたら、明日は変わるかもしれない。伝えたいことを伝えたい形に、新聞サイズから雑誌サイズまで、いいコピー、いつもコピーは見た。作る技術の東芝がお送りする東芝日曜劇場。フィルムにレンズをつけて、これだけで映るんです。はい、まさに富士フィルムの新発明。こんなに綺麗に映るんです。富士カラー映るんです。Speak Lark. What's your speak? Mild の合言葉 Lark. Speak Lark. Lark Super Light 新登場。スコッチはスタンダードもバックコーティングしています。バックコーティングスコッチビデオカセット EG 新発売。スーパーチャンスがあふれてる時代はスーパーだ。また色に差がついたね。
スーパーフジカラー新発売。Exciting Ben Cougar. この一服から私の心の旅が始まる。心の旅、大切に。日本タバコ。コーヒーの全員。今クライマックスへ。味わいは深く濃く。ネスカフェプレジデント。今日はエアロビクスの日よ。レッツゴー。お家がいきなりエアロビスタジオ。母と娘のファミリートレーナー、エアロビスタジオ。スリムになってください。新しいビデオは早送り巻き戻しで映像が見えるのです。これピクチャーサーチ。ロボットだから見たいところが見ながら、うん、ほらほらすぐ探せます。ビデオはソニー。ビータマックス J5 も新登場。ソニーの新しいビデオはピクチャーサーチ付き。だから見たいところほらすぐ探せます。ビデオはソニー。ニューライフナウ。ヨーコ、聞いた聞いた。何よ。テレビにビデオくっつけるんだってさ。ついてます。シャープビデオテレビ見る。自由自在。いずれビデオをと思ってらっしゃる方、早く買ってその分早く楽しんだ方が得だと私は思います。ところで何を選ぶかと言いますと、6時間ビデオのマックロード。そこまではすぐ決まります。でもマックロードにはいろいろあるんですよ。例えばこの L33 クイック&スローサーチもついて6時間ビデオも身近になったもんです。とにかく一度ゆっくり見にいらっしゃいませんか。ビデオはナショナル。ビュースター。東芝ビデオビュースター。美しい画像を作り出す鮮烈フォーヘッド。煩わしいノイズやブレを消して鮮やかなクリーンスキル、クリーンスロー。東芝ビデオ。フォーベターライフ商品東芝から。日立のマスタックスがビデオに日付をつけました。これ昨日の僕、今日の僕、明日はきっと。こうなるといいですね。ポータブルでフォーヘッドを採用。デュースポーツ、デュースマスタックス。暮らしを豊かに、日立のヒント商品です。ニューライフナウ。これ一台でテレビを撮ってみる。そしてカメラで撮ってみる。撮る、カメラで撮る、両方できるビデオはこれだけ。楽しさ2倍のシャープ、ポリポリ。ニューライフナウ。
欲しくなった。私のビデオ得意技いろいろ、ハイライトシーンはバインスローとクリーンスチルで。わお、ビデオは薄くシャープマイビデオ。緑の目、くるっと回ってビデオの目、一目でわかるテープ残量、いい目だね。クリーンスチール&スローの三洋ビデオマイコニック。リモコンは偉い。リモコンは賢い。リモコンはすごい。ワイヤレスリモコン付き8センチビデオベータマックス F3 新発売。 It's a Sony。クロードで、はい、逆再生。これ今年の流行りよ。他にもクリアスチル、可変速スローなど多彩な機能が盛りだくさん。そしてテープが見える全面操作。ビデオはナショナル8時間。東芝ビデオビュースターが瞬間の映像美を見せてくれる。ノイズレスフォーヘッドでスローにしてもスチルにしてもノイズのない見事な映像な。東芝ビデオビュースター。ニューライフシャープ。夢を超えた CD プレイヤー、ツインカムダブルリバース、スターの音だ。シャープツインカムダブルリバース CD 登場。アンブレラではない、飛行機でもない、もちろん普通の自動車でもない。飛んでるセラ登場。ガルウィングのセラ。ソニーがテレビの音を変えた。4つのスピーカーからあふれ出るダイナミックなステレオサウンド、スペースホニック。ソニーの音声多重テレビ、ステレオトリニトロン。パナソニックからのファクシミリ、新しい時代の新しい形です。センサーアイによる鮮明画像、 B4 サイズが遅れてこのサイズ、パナファックス UF32。 パナソニック。行け美しさの狩人たちよ、水平解像度500本の鮮明な世界へ。未来を捕まえた AV& ニューメディアテレビ、
ナショナルアルファ 2000X。 カセットの時代からディスクカードの時代へ、ゲームの世界を変えるファミリーコンピューター、ディスクシステム。本体にラムアダプターとディスクドライブを接続し、3倍の能力を持ったディスクカードを使うと、ドラマチックなゲーム内容に大きく変身。500円でいろんなゲームに書き換えができるのよ。ファミリーコンピューター、ディスクシステム。